日本語コンテッ日本語コンテッ,ンテッ子供と一緒に行ってます日本コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですか今日は、えー、観光のおすすめについてあれ観光のおすすめ、うん、大丈夫かなはいはいまあ大丈夫ですよ、はいはい、タイトルはそんなに重要じゃないあの日本コンテッペの時間ですね、あのー、いつもタイトルと内容が変わりますよねある程度まあ そんなのは仕方がない。だって、ちゃんと決めてないですからね。で、その不確実な感じ、ね、不確定な感じ、あの、よく言えば柔軟、悪く言えば、あの、計画がない。それがあの、日本語コンテンペの良さであり、悪さであり。まあまあいいじゃないですか。人間の人生というのは、いつもそうでしょ。何が起こるかわからない。 だから最後まで聞いてください。何を話すか僕にも分かりません。今日も10分ぐらいよろしくお願いします。というわけで、前回ですね、なんか日本のお店について話すとか言って始めたものの、最後はあの下北沢とその周りのエリアについてだけ話しましたよね。はいはいはい。 まあ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 そういうことがあってもいいでしょう最近ねあのやっぱり生徒さんたちがたくさんあの東京に東京じゃない日本に来ることが決まりましてまあもう来た人もいるしあの来年来る人とか再来年来る人とかまあい,いろいろいますよねでよくある質問ですねやっぱりあの先生どこに行けばいいですかねあのどこに行くべきですかみたいな日本に行くんですけど これがまあ人によって違いますよね。初めての人、2回目の人、3回目の人、10回目の人全、全然違いますからね。まあでも最初ですね、とりあえず初めての人は、まあ2週間あるとすれば僕のおすすめですけど、やっぱり JR パスを買って、新幹線の乗り放題というのを使いますね。はい。 そして、まずですね、まず成田か羽田に来るわけですが、いきなり京都とかに行くとちょっと疲れてしまいますから、まずはちょっと東京エリアで休んでいったらどうですかまず最初に、まあ、東京の、まあ、羽田から成田ですよね、羽田か成田で、まあ、最初にホテルをどこか、宿をどこかに取りますよね。で、最初の日はもう、休んだ方がいいです。まずホテルに行って、 まあどこでもいいですけどホテルに行ってあのー、まあじゃあホテルどこにするかっていうとまあ僕だったらやっぱり渋谷とかが好きですけど、まあ、人によっては東京駅の近くとかが好きなのかな日暮里とかあっちの方にホテルを取る人も多いですよね成田から来た場合はそれはいいですよね東京駅らへん。 で羽田からだと、まあ、品川もしくは渋谷ら辺は便利ですよね。品川は個人的にあんまり面白いと思わないんで、あの渋谷、新宿とかこっち側の方がいいと思いますが、どうでしょう。でも早速休んでください。まあ、新宿は便利ですね。新宿は便利だと思う。なぜかというと、次のプランがあるから。 じゃあまず新宿に宿を取って、えー、まあ羽田空港もしくは成田空港から、えー、その日は新宿に来ます。でもう、あの、ホテルにチェックインして、で、まあ、あとはちょっと近所だけちょっと歩いたりして、あの、休みます。えー、次の日ですね。えー、次の日、まあ、一日東京観光してもいいし、もしくはいきなり箱根に行っちゃうという、そういうプランもありますね。 東京の新宿から箱根ロマンスカーというのがあって1時間ちょっとで箱根に着きますで箱根のその駅の最初の駅ですね箱根湯本そこからあの電車もう少し電車に乗って山の中を行くとあのゴーラエリアとかね強羅そういうエリアにはとってもいい旅館がたくさんあります だから、まあ、そこの旅館でちょっともう休んでしまうそしてもうあのまあどこかアメリカとかねそのヨーロッパとかどこからか来た遠くから来たと思うんで皆さんの疲れを完全に取ってしまうまず最初に東京に来てその後あの箱根に行っちゃう箱根にいてもう完全に疲れを取りますで次の日に東京に戻ってまた東京を観光する。 まあ初めてだったらそうですね時間が少しあればまあ,まあ渋谷新宿そして原宿え明治神宮ですねもちろん明治神宮え神社ですね大きい神社がありますそしてまあ東京駅の近くにはあの皇居があってそこもいいですよねで東京駅からえ京都に行きます 京都に行ってて京、まあ、京都都そして大阪京都と大阪はほとんどあの隣本当に近いですから30分ぐらいしかかからないまずあの東京から京都まで新幹線で2時間ちょっとです近いですで京都から大阪も30分ぐらいそして東京都と大阪で、まあ、少し時間を過ごして何日か泊まってでその後あの広島ですね広島に行ったり まあ人によってはもう東京に戻ってきてもいいです。時間がなかったら東京に戻ってきてもいいし、時間がある人は広島まで行ってもいい。あの生徒さんたちで直島とかね、そういうあのアートを見に直島に行ったりする人もいるしまあ、まあそんな感じで戻ってきますね。そして東京に戻ってきて、今度はあの買い物ですよね。もうもう,かれもうすぐ何日かしたら帰る時間なんで、買い物をします。 えー、買い物がいい街としては、まあ、やっぱり渋谷、えー、秋葉原、えー、新宿、えー、浅草エリアでまあ伝統的な江戸っぽいものも買えるしね、まあ、時間があれば横浜とかに行ってもいいし、えー、さらにやっぱり自然が見たたくなったら日光とかね、そういろいろ関東いろいろありますからね鎌倉に行ってもいい。 まあ、とにかく関東は便利ですよ、えー、東京があるから買い物の場所はたくさんある横浜もあるそしてちょっと田舎に行きたい場合は、えー、神奈川や千葉や埼玉はまあまあですけどまあまあ埼玉にも川越とかねまあいろいろいい場所もありますはい。とにかくそんな感じであのー、ちょっとゆっくりしてもらってですねでお土産も買って帰る 3週間ある人は奈良とかにも行ってもいいかもしれませんね。えー、四国に行く人もいるし九州にちょっと行く人もいる。ただ1回目の旅で九州や沖縄や北海道や東北まで考えるとちょっとねほとんど移動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 なんでちょっとまあ僕はしたくない。 僕だったらもう少しゆっくりするので1回目の旅はそのゴールデンルートってですね東京京都大阪広島それぐらいにしてえ2回目来た時に例えば東京とえそのまま九州に行ってみるとか飛行機でねで例えば3回目はじゃあ東京と北海道とかで4回目は東京と東北とか5回目は東京と えー、金沢の方とかね北陸ですねでそういう風にあのいろいろなところまあ東京に来なくてもいいですよもうあの2回目3回目はじゃ関西だけにしようとかねそういうこともできるでしょう。まあ、だけど東京は便利ですけどねさっき言ったみたいに実はあのいろんなものがあるからちょっと東京の外に行けば自然もたくさんあるし東京の中には買い物もできるしね。 買いいい物を全くしない人もいる,いると思うんですよ、ね、まあそれはそれでいいけど実はあの少しでも何かをね買って帰ればあの日本から帰った後にねずっとああこれは東京で買ったなとかあの京都で買ったこのインテリアとかねまあちょっと楽しいですよねずっと T シャツでもいいですよ。なんか漢字 T シャツを買ってね。 はい、そういうのを買ってあのそれを着ればなんかこういつもなんかこう懐かしいなって思い出すことができるまた行きたいな、えー、日本語の勉強のちょっとこうあのモチベーションがまた上がってきたりとかねはいじゃあ、えー、と東京の中でどこに行けばいいかですけどこれもね人によって違うんですねえー、まあ東京にはいろいろな場所があって、えー、まず渋谷 原宿表参道この辺りはまあ,あのちょっといろいろなちょっとこうファッションとかあとは綺麗なエリアですから、まあ、歩いてて楽しいですね渋谷がなんかこうごちゃごちゃしてる汚いイメージがあるかもしれないですけどそれは一部ですからね渋谷はかなり今きれいになってるんでエリアによってはとてもあのいわゆるファンシーな感じになってます、えー、そしてまあ新宿もそうですね新宿も色々な ことがいろいろな場所があるから新宿はこうだっていうのはないんですねいろいろあるからはいで秋葉原僕は実はあんまりわかんないんですけどやっぱり秋葉原が好きな人はあの毎日秋葉原に行って買い物をするでしょうねで池袋とかに行く人もいるし浅草あの東京スカイツリーのエリアとかであとは東京駅のエリア 皇居を見たりでですすね丸の内はね実ははは実結結構好きです僕は結構好好きき僕銀座よりも好きですねで銀座本当に伝統があってあのいいお店もたくさんあるらしいんですけど僕にとってはちょっとわからなすぎる僕は銀座は全然わかりませんだからあのあんまり行かないわ、はい、からないから行かない行かないからわからないもうこういうことですよねうん。 まあでもやっぱり銀座に好きなお店があるっっていいう人はたくさんいますよねやっぱり特別なお店バーとかねそういうのは銀座に多いですからやっぱりあの銀座に行ってバーに行くジェントルマンあのそういう人たちもたくさんいますよ本当に。はに、い、銀座のバーに行くことが東京に来て一番最初にやりたいことっていう人もねたくさんいますからであとはあとは小さい近所ですね小さい近所そういうのもいいと思いますね あのー、渋谷からちょっと南の方代官山中目黒その辺までずっと歩いて祐天寺とかその辺は歩くコースもあるし、えー、新宿から千駄ヶ谷とかあっちの方に歩いて代々木千駄ヶ谷ですね歩いてまた小さい通りとかもあるし、えー、新宿から原宿の方まであの明治神宮を通って歩く方,方,方法もあるし、えー、僕は。 前言った下北沢からあの代々木上原やあの代々木公園の方に歩いたり代々木下北沢から代々木え代々木上原そして幡ヶ谷の方に歩いたりいろいろできますね。いで東京の真ん中もそうですね四ツ谷とか市ヶ谷とかあの辺をちょっと歩いてなんかこう。 会社員たちを見たり、あのお茶の水とかその辺を歩いて大学生とかたくさんいますからね。そういうエリア。あの神田神保町。そういうとこで古い本屋古本屋や。あのたくさんのカフェとかもある。本当に東京にはいろいろな場所があって、今まあ、僕はかなり長い間住んでるけど、いまだにね。新しい発見がたくさんあります。たくさんある。いつもいつも知らない。 エリアにだからまあ本当とにあの1回2回3回4回5回何回も来てもいつも東京しか行きませんそういう東京ファンもたくさんいますからね本当にだからあのおす,す,めです本当に5回6回7回もずっと東京に東京にしか来ません、ね、東京と関東だけですそういう人がいても僕は全く驚きません全く驚かない。 それぐらいこのエリアにはいろんなものがありますからねあの日本の田舎も素晴らしいですもちろんだけどあの時間がない人ね本当に1週間しかないなかったらもう東京だけでいいと思います。1週間しかないのにあの日本中いろいろ旅行するといつもなんか新幹線の中とかね あのチェックインチェックアウトそんなことばっかりするのも大変ですから1週間同じホテルにね東京にずっといるとか僕はそれはそれであの楽しい観光だと思いますからね。と、はい、いうわけで今日も楽しかった東京について東京東京だけじゃないけど日本旅行についてあの短い時間でしたけど14分でしたよねだけどあのかなり内容の濃いポッドキャストができたと思うのであの何回か。 聞いい。ててみてくださいそれではまた皆さんチャオチャオアスタルゴまたねまたねまたね。またねまたね